ユロット。聞いてください。この作品はフィクションなの。このゲームに登場する人物名、団体名、地名、設定などは全て架空のものであり、実在するものとは一切関係がないんだ。ちゃんと理解してくれたまえよ。あと登場する人物は全て18歳以上です。18歳未満の人が購入したりプレイしたりできませんし、日本国内向けだから海外の人もダメなんですよ。皆さんよろしくお願いします。それではひなたくんとはるかくん、そして我々女の子たちの物語「ウィズリボン」を始めるとしようか。私は別に翔太郎なんかとなれなれしくするつもりなんかないこともないんだからね。私も負けませんわよ。朝、はるかと出会った時はどうなることかと思ったけど、無事に今日一日の学園生活を終えることができたようだ。帰りのホームルームの時間になり、といっても学園祭の直前なだけにクラスの空気はなんとなく落ち着きなくそわそわしていた。さて、もうすぐ学園祭だけど準備の方は問題なさそう？責任者のえのきどくん。飾り付けの方がちょっとギリギリっぽいんですけど、なんとかなるんじゃないかと思ってます。お料理や衣装なんかは予定通り進んでますので、それらを早急に終わらせて人員を飾り付けの準備に回す予定です。そう、わかったわ。成功させるためにもみんなで協力して頑張ってちょうだいね。ところで美奈子先生に一つお願いが。先生もメイド服を着てくれないか？何かしら先生にできること？むしろ美奈子先生にしかできないことなんです。美奈子先生、メイド服着てウェイトレスやってください。教室中がわーっと騒がしくなる。いかにも男子たちだけの希望のようなお願いだが、意外にも女子たちも賛成らしい。私は反対したんですけど、でもせっかくの可愛いメイド服なので綺麗な美奈子先生に着てもらいたいという女子の意見が多いんです。父でっか。ってことで美奈子先生、ぜひに。美奈子先生きっと似合うよね。先生おっぱい大きいし。胸の大きさとメイド服が似合う似合わないって何か関係があるのか？胸が大きいといやらしいよな。なんていうか、性的な感じ？お前はまずその偏見に満ちた目をどうにかしろ。いやらしいとかダメです。私そんなメイド服を着てご主人様に体でご奉仕するとかできません。いくら私の胸が大きいからって、男子みんなのあれこれなネタにされても困るんです。相変わらずこの手のネタには弱いね、美奈子ちゃんって。私も結構大きいからネタにされてるのかな。もうえのきどくんわざと言ったんでしょう。先生落ち着いてください。ひなも自分の胸を揉んだりしない。ねえねえパパ、男子みんなのネタって何？お前はまだ知らなくていいんだよ。パパ、子供に赤ちゃんはどうやってできるのって聞かれたら、真顔でコウノトリが運んでくるんだって教えるタイプでしょ。じゃあ聞くな。そりゃあこういう知識はその時が来れば自然に。実際そうだったんだけどね。マジか。でも、普通に美奈子先生のメイド服姿は見てみたいな。そうなの？翔太郎君がそう言うなら考えてみようかしら。やってんな。美奈子先生、何気に問題発言ですよ、それ。先生も頑張れ。結局、美奈子先生がメイド服を着てくれるかどうかはあやふやになったままホームルームが終わってしまった。では皆さん、学園祭の準備頑張ってくださいね。あと、車にも気をつけてくださいね。せやな。はーい。小学生みたいに元気のいい返事が上がり、美奈子先生はにっこり微笑んで教室を出ていった。さて、放課後になったところで、そろそろ大きな問題と向き合うことにしようか。ところではるか、少しは何か思い出せたか？はるかが帰るべき家とか。おい、実家に連れてって、お母さんが2つ返事で OK してくれるまでがテンプレートだからな。もちろん、うちに帰るに決まってるよ。ん、そうか？自分の家とか思い出したのか？これはよかったよかった。一緒に帰ろうね、パパ。おい、まさかお前の言ううちって、お前の言ううちってまさか俺の家のことか？うちはうちだよ。またなんか話が通じんキャラになったな。パパももういい加減に飽きらん。分かってくれてもいい頃だと思うけどな。分かるも何も何も説明されとらんからな。マジなのか。母さんにどう説明すればいいんだ？いや、あの母さんのことだ。翔ちゃんにこんな大きな子供がいたなんて、母さんびっくり。なんていつもの調子で言ってくれちゃうような気がする。なーに騒いでんだよ、翔太郎。ああ、いや、なんでもないんだ。まさかつは今から学園祭の準備するんだろ？おお、学園祭まで残り時間わずか。気合い入れて準備するぜ。そうそう、やるからにはちゃんとしたものをやらないとね。真面目な話、ただメイドさんがいるだけじゃメイドカフェっぽくならないからな。こういうのは飾り付けも重要なんだよな。あら、えのきどくんにしては珍しくまともな発言ね。俺の理想はビクトリア朝時代の貴族の屋敷だね。褒められた途端にそれか。目標は高い方がいいんだってば。昔の偉い人も言ってただろう。少年よ、大志を抱けってな。クラーク博士はメイドカフェにこだわりを持てという意味でおっしゃったのではないと思うわ。でも何にしても間に合わなかったら意味が全然ないんだから頑張らないとね。おう、俺はやるぜ。己の理想を実現するために。言葉だけはかっこいいな。そんなことを話していると、横から脱力したヒナが寄りかかってきた。しょうちゃん、お腹減ったよ。おいおい、昼にあんなにたっぷり食べただろうに。というか、いちいちくっつくな。だって力が入らないだもん。ママ育ち盛りなんだよ、きっと。さらに大きくなるのか。主におっぱい。言わなくていいから。なんとなくスイーツの気分？ねえねえ、そうちゃん、帰りにパフェ食べて帰ろうよ。いや、でもな、少しはクラスの手伝いをしないとだな。いいって、翔太郎の料理の担当はきちんとしてもらってるし、ひなちゃんは当日にしっかりメイドさんやってもらう約束だからな。他の作業の方は任せてくれよ。そうそう、役割分担、役割分担。衣装作成係の子はウェイトレスやらないしね。そう言われてもな。飾り付けの方は結構ギリギリなんだろう。まあ、まだまだ本気出してねえからな。これからピッチを上げていけばなんとかなるんじゃね？私はウェイトレス頑張るよ。メイドさんですよ。ニナは両手でスカートの端をつまんでにこやかな笑顔でその場で一回転する。おお、ひなちゃん、いいよいいよ。容姿は客観的に見ても可愛いからこういうポーズがとても様になるんだけど、いかんせん。お帰りなさいませ旦那様。ご飯にしますか、それともお風呂にしますか、それとも。頭が悪いんだな。わたし、ヒューヒュー。そいつはメイドさんじゃなくてお嫁さんだ。誰に教わったんだよ。あれ、違ったっけ。この調子だと将来が不安になるよな。不安になるんだよな、ほんと。とにかくこちらは大丈夫よ。ひなとはるかちゃんのことしっかり面倒見てあげてね。翔太郎、気にするな。ひなちゃんのためにここは俺に任せて先に行ってくれ。そう言いながら肩を組んできて俺の肩をポンポンと叩いてくる正勝。ここまで気を使ってもらっていると無下に断るのも悪いよな。無下ってこの字であっとったっけ。今日はお言葉に甘えておくか。わかった。この後のことはよろしく頼むぜ正勝。男の子って。二人は仲良しだね。なになに、楽しそう。委員長も悪いけど借り一つってことで。わかったわ。そんなこんなで俺とひなとはるかはみんなに挨拶をして教室を出た。